沖縄に新しくできたディスカウントスーパードピア沖縄国際通り店紹介します。お弁当とかマジで魅力的。これが実際私がやった購入品です。このドピア内に沖縄コーナーみたいのがあって、そこでハイタイアハゴンアジサヤビン、沖縄観光チャンネル視聴者の皆さん、こんにちは。今日の動画はこちらです。沖縄に新しくできたディスカウントスーパードピア沖縄国際通り店紹介します。行ってきました、ロピア。3月の、ね、下旬から4月上旬にかけて沖縄 のニュースとかで結構ひっきりなしに紹介されていて、すごく話題のスーパーです。今回は実際私がロピアに行ってきたので、その感想をこの動画でお話ししたいと思います。まずロピアと聞いて、あ、知ってるという方、初めて聞いたという方いらっしゃると思うので、まず紹介します。ロピアというのは何かというと、首都圏を中心に全国に、およそ90店舗展開しているディスカウントスーパーです。お肉とかはもう大容量パックで販売しているんですよ。すごくね、お得なお買い物ができるスーパーになっています。沖縄にはね、ユニオンという格安スーパーがあるんですけど、今回このユニオンとタッグを組んで沖縄1号店として2024年3月25日に那覇市の国際通り沿いにある商業施設カーゴスっていうところがあるんですけど、このカーゴスの1階にロピア沖縄国際通り店がオープンしました。初日さ、行列が200人ぐらいできたらしくて、めちゃめちゃ人気の今スーパーなんですよね。でちょっと落ち着いてから行こうと思って、日にちが経ってから私実際に行ってきました。なんで私が気になったかというと、私最近自炊をよくするんですよ。夕食はね、自分が好きな野菜とかお魚とかお肉を買って、ご飯を作って家で食べるというのが好きで、ちょっとロピアいいお肉とかいいお魚いい野菜ありそうだな、しかも安いっていうのいいなと思って気になってたんだよね。で行ってきました。これがね、超良かったんだ。肉魚野菜光って見えるんだよね。安いはそうなんだけど、安いの前にまず美味しそうなんですよ。お肉の詰め方とかもすごいの。もうね、パックがはち切れそうなぐらいパンパンに詰め込まれてるんですよ。お弁当とかマジで魅力的。うなぎ飯っていうのがあったんですよ。うなぎの弁当、私うなぎ大好きなんだけど、そのパックにうなぎがもうこのパックの蓋にもうつくぐらいパンパンに詰められていて、それが本当に1000円ちょっととかで売られていて、もう通常のスーパーではもうまず買えない価格で買えたりするんですよね。うわ、いいなと思って、で私はもう普通に自分で買い物しようと思って、自分がいつも買い物するときにメモしているので、自分自身が購入したいと思うものを買ってきました。いや、そうそう、私が買った購入品を紹介します。まず牛ももステーキ用のお肉お肉どうしても買いたかったんだよね。しかもさ、ちょうど私誕生日が近かったんですよ、この行った時が。だから誕生日に使うお肉を買おうと思って、この時は牛ももステーキ用のお肉を買いました。大きい肉の塊、オーストラリア産の2つドンドンって塊を買いました。でそれにかけるニンニクステーキダレで、あとは沖縄の三品茶、あとサーターアンダギーミックス、はい、サーターアンダギーをちょっと作りたいと思ってサーターアンダギーミックスを2つ買いました。毎日食べているチーズで、あとは調整豆乳ですね。毎日朝プロテインを飲んでるからプロテインとこう混ぜる用の調整豆乳、あとシスコーンを買いました。これが実際に私がやった購入品です。生活感満載ですね。でここに本当はね、海鮮を入れたかったんですよ。握りもかなり充実していて、サーモンとかイクラとかなんか中トロとかの握りも売られてあって、ちょっと今回は握りは買わなかったんだけど、お肉を選んで買いました。で買ってきてね、実際に作りました。ガーリックライスステーキを作りました。ロピアで買ってきたこの牛ももステーキをお肉を焼いて、ちょっと塩コショウで軽く味付けをして、このロピアのニンニクステーキダレを上からかけて食べたら、もう超美味しかったんですよ。これが、いや、いい誕生日、ディナーを作ることができましたね。誕生日に作りました。ガーリックライスステーキ美味しかったな。でサーターアンダギーミックスも、使いました。これサーターアンダギーミックスが売られてるってことは、そう、実は沖縄の商品も、このロピア内に沖縄コーナーみたいのがあって、そこで買えたりするんですよね。すごい量が多いってわけじゃないんだけど、一応沖縄の商品を取り扱っているコーナーもありました。お土産品店で売られている沖縄のお菓子だったり、今回みたいなサーターアンダギーミックスとか、あとまあお茶だったりとか、まあ、メインはお菓子が多かったかな。タコライスの素とかスパムとかそういったのも売られていたので、なんかお土産をたくさん買いたいっていう方にもロピアはすごいいいだろうなって思いました。でこのサーターアンダギーミックスも実際に使って、50個ぐらいサーターアンダギーを作って、振る舞いましたね。これもね、良かったな。サーターアンダギーミックスが普通のスーパーで買うよりも100円ぐらい安く買えましたね。いや、そうそう、
私が実際に行ってみて思ったのは、やっぱり沖縄土産をまず大量に買うにはすごくロピアがいいっていうのと、これは観光で行くっていうのもそうなんだけど、沖縄に住んでる方にとってやっぱりいいなって思った。近くに住んでたらマジで毎日行くと思う。それぐらい品揃えがすごく充実していて、新鮮だし安い、まさに自炊をする方に本当にぴったりの場所だなってロピアは思いました。まだ1回しか行ってないから、次行った時はちょっと海鮮とかちょっとお弁当系も買ってみたいなって思ったね。沖縄は本当に地元のスーパー強くて、金秀とか三栄とかユニオン、この地元のスーパーがとても人気なんで、そこに新しくロピアが入ってきたということで、ロピアはこれからちょっと私は注目したい、また行きたいと思う場所です。でさらにね、今年は夏にコストコが実はできるそうで、これもちょっと楽しみだなと思っています。はい、ロピアまだ行ってないなという方、ぜひ行ってみてください。すごくいい食材が買えました。でロピアで買ったものをぜひお家で調理して楽しんでください。いやそうそう、はい、ということで今回の沖縄観光チャンネルは、沖縄に新しくできたロピア沖縄国際通り店行ってきました、行ってみたよという感想を紹介しました。自分も行ったよ、こういうの買ったよとか、これが美味しかったよというのがあったら、ぜひ皆さんコメント欄で教えてください。ちょっと次私がロッテ行くときに参考にしてちょっと買いたいなと思いますので、ぜひおすすめ商品あったら教えてください。よろしくお願いします。この動画、よかったらグッドボタン、チャンネル登録、通知音もいたさるグッドウェディゲーサビラお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴一平二平でみたん、またやだい。アハゴンアジサの沖縄観光チャンネル YouTube のメンバーシップをやっています。メンバーシップはクガニ会員と呼んでるんですけれども、月額590円で私が書いているコラムが読み放題、そしてライブ配信のアーカイブが見放題となっております。沖縄観光チャンネル応援したいという方、ぜひメンバーになってください。